はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。今回の動画はですね、150センチ水槽の側面をですね、昨日ちょっと掃除したので、せっかくなら動画にしようと思いまして、ちょっと動画撮ってる感じですね。前面はですね、よくやるんですけど、やっぱ側面って面倒くさいんでやんないんですよね。なんか面倒くさいの理由があって、上にこうライトがあってですね、こう絶妙に掃除しづらいんですよね。絵がついたやつで、前も言ったメラニンスポンジですか、ダイソーで買った。で、絵がついたやつで、ゴシゴシと。それだと傷がつかないということなので、やってるんですけど、なかなかちょっとですね、この側面は、やろうという気にならないとやれないので、なかなかちょっとサボったんですけど、昨日ちょっとせっかくならやっぱやろうっていうことでですね、先週その前面のところをきれいにして、やっぱきれいだなと思ったんで、やっぱちょっと苔があると、やっぱなんかよく見えないと、やっぱきれいかきれいじゃないかもよくわかんないので、特に今ちょっと寒くなってるので、赤系の液の色がやっぱり良くなってるっていうんですかね。これ手前、まだちょっと色薄いんですけど、このブラッドレッドがやっぱり結構綺麗になってきてるので、やっぱそこら辺、やっぱちょっとよく見ておきたいなっていうのもあってですね、綺麗にしたというところですね。1個前の動画でエンドラーズ買いましたっていうことでですね、エンドラーズの水槽まさにこれ隣なので、こっちですね、こっちがエンドラーズの水槽に今日なったんですけど、続けて動画撮ってるということですね。なぜ動画を続けて撮るかというとですね、ちょうど今私が晩酌中なので、非常に、やっぱアルコール入れるとですね、この喉のこう滑りがやっぱ良くなるので、撮ってるということですね。シラフで撮ってもいいんですけど、やっぱなかなかシラフで撮るとですね、言葉がつながらないというか、ちょっとアルコール入れた方が、私としてはリラックスしてやれるので、そうしてますね。別にストレスかかるってわけじゃないんですけど、そんな感じですね。誰も興味ないと思いますけど、今日飲んでるのはこれですね。なんだこれ。ソリモエルボニートテンプラニーリョというスペインの、3リットルのパックワインですね。なんか最近これ全然関係ないんですけど、この水槽とですね、ずっと私ビール党だったんですよ。でビールすげえ飲んでてですね、で札幌黒ラベルがすごい好きだったんですね。なので毎回金曜日会社から帰ってくる時にですね、肉の花まさに寄って、黒ラベルのロング缶6本入りを買って土日で飲むっていうのをやってたんですよね。でたまに最近なんかサントリーから新しいビール出たんですよね。プレモルがサントリー有名なんですけど、有名って当たり前ですよね。サントリーというプレモルなんですけど、なんか最近ちょっと違う、なんか青と銀色のパッケージのやつが売っててですね、なんかすげえ R2D2 っぽいな、これみたいな色合いが、かっけえじゃんってことで、それで飲んでたんですけど、そういうのも。あと本麒麟とかですか、ちょっと安く抑えたいなって時は本麒麟とか、最近結構本麒麟多かったんですよね。本麒麟、なんか、すげえビールっぽいんで。なので、それ飲んでたんですけど、ただなんかそれだと全然なんていうんですかね、やっぱちょっと別の酒も行ってみたいというか、もうちょい安く抑えたいなみたいなところがありまして、で楽天ポイントが貯まるとですね、なんか結構楽天ポイントで大量の酒を買えたらなみたいなところもあるじゃないですか。なんでちょっと3リットルパックワインの世界に足を踏み入れたんですよね、最近。でたまたま YouTube でマスジさんっていうソムリエの方ですかね、マスターソムリエっていう結構偉いおっさんがですね、すごいベロベロになりながら YouTube やってるんですよね。でそれで結構パックワイン紹介しててですね、これいいじゃんってことで買ってきてるってところですね。今飲んでるテンプラニーニョは赤なんですけど、白のやつも買ってきたりして、白だと結構いいんですよね。リゾットってチーズ、粉チーズあれば作れるんですけど、
すげえ安くつまみ作れるんで、まあそれ最近使って飲んでるっていう、アル中ですね、完全に。なのでまあそれで飲んでるんですけれどもですね、とまあそういうのを飲みながら、まあ水槽の管理してるっていう、まあ、それで管理になってんのかって言われると謎なんですけどって感じですね。まあでもやっぱり、まあ、話戻るんですけど、やっぱ100、奥行きやっぱ150っていうのはすごい壮観ですね。こう私が言うのも非常に難なんですけど、なんかやっぱりその奥行きがこう、なんかそのやっぱ30センチ水槽でもこう縦置きにしてるとやっぱそれなりに迫力ってあるんですけど、やっぱ水槽の迫力ってのは奥行きなんだなと改めて、こう思いますね。人がこっち立ってるとですね、エンゼルがこっち来ちゃってですね、いまいち奥が見えづらかったりするんですけど、まあ、さっき奥の方にですね、ビッグキャット巻いてそっちにエンゼルが行くようにしてるんで今来てないんですけど、さっきツイッター上げようと思って写真撮るときとかすごいエンゼル来ちゃって、水槽の奥行きっていうかもう普通にエンゼルフィッシュしか見えないっていう感じになっちゃってたので、まあ、やっぱなかなかやっぱエンゼルは頭いいですね、やっぱり。まあ、ちょっとこれ高すぎたんで今。なんかやっぱりそのエンゼルフィッシュが熱帯魚の女王というのかな、まあわかんないんですけど、まあ、やっぱある程度のその地位を持ってるってのはよくわかりますね、やっぱり。なんかやっぱりその慣れっていうんですかね、金魚でもよくあるじゃないですか、その餌やるときに寄ってくるみたいな、そういうのがやっぱりこのエンゼルもありましてですね、まあなんかやっぱり人を認識してるっていうんですか、やっぱカラシンとかもまあ認識してるとは思うんですけど、やっぱよりなんかペット的というかそういうところがあって、本当にやっぱりエンゼルはやっぱいい魚ですね。やっぱり迫力がやっぱありますよね。迫力があって、で今んとこ柔和ですね。あんまりなんか喧嘩しないっていうんですか、まあ数入れてるからってのもあるんだと思うんですけど、あんまり喧嘩もせずにですね、よくまとまりを持ってやってくれてるなと。まあ本当はアルタムとか買いたいんですけどね、でもやっぱ高いんで、やっぱ熱帯魚にやっぱ1匹100円以上出したくない、いやそれはちょっと言い過ぎかな、やっぱ1匹1000円以上するやっぱ熱帯魚ってやっぱそのグッとくるじゃないですか、やっぱり死ぬと。なのでやっぱり、まあ、このエンゼルはね、格安でグッピーさんという長野県のお店で前も言った通り1匹100円というね価格だったので50匹買ってきたということなんですけど、まあ、ちょっと肩にね力抜いた感じで、まあ、元々まあ水草自体は私水草やってるって言ってもですね、この設備で分かる通り一切 CO2 入れてないので、まあ、水草やってる方からしたらなんだそれっていうことだと思うんですけど、まあ、残念ながらというかですね、非常にいいことにですね、エキノは CO2 いらないじゃないですか。 CO2 入れてないんですけど、まあ、水替えしなくてもある程度光合成してくれますし、水替えするとすっげえ光合成してくるんですよね。泡バンバン上がってくるので、なのでですね、まあ、私が駅のやってる理由ってほぼそれなんですよね。CO2 入れなくてもすごい不満がない植物っていうんですかね、なのでやってるっていうところもあるんですけど、なのでその非常にはっきり言って気が抜けた水槽ではあるんですよね。ADA のそのレイアウト水槽とはもう対極ですよね。レイアウトしてないというか流木一歩も入れてないですからね、遊びゼロっていうか、ほんと土だけなのでパワーサンドも入れてないですし、まあなんていうんですかね、やっぱこれぐらいやっぱ気抜けた水槽で適当に酒飲みながら管理するっていうのがやっぱ私が一番向いてるのかなと思うんですよね、個人的には。まあ、私のライフスタイルに合ってるというか、まあそれがやっぱ管理の限界っていうところもあると思うんですけど、それ以上のやっぱ管理はできないっていう、あんま管理したくないからでかい水槽にしてるっていうのもやっぱ多分にしてあるので、まあでもやっぱこうしてみると結構この水槽も埋まってきたなっていう感じがすごいしますね。なんかもう、なかなかやっぱこれ以上何かを入れることはできないなっていう
まあ、隙間があったらニューラージパワーグラスでも入れたら面白いんじゃないかなって気はしますけど、という感じで、なかなかやっぱり、初めて夏頃作っても、まあ、半年は経ってないかな、経ってないですけど、様になってきたなというところで。まあ、ということで、まあ、側面掃除しましたよという、全く内容のない動画で大変申し訳ないんですけど、そういった動画でした。ということで、チャンネル登録、高評価、もしよろしければぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。